道のリアプールへの提言か、海外でバズってしまう。www。遠藤航が日本のインタビューで、僕の年齢を考慮すれば、リアプールは6番の選手を補強するべきだと思う。それがクラブのために必要だし、僕も大歓迎だ、と答える。これが翻訳されて、海外で話題になって1万いいねされている。航はリアプールが求めてるマインドを持ってる。彼は愛されるべき。リアプールはなんて素晴らしい選手を獲得したんだ。素晴らしいメンタルの持ち主だ。彼がいなかったら、守備が崩壊してたはずだ。6番を獲得して、遠藤を残留させてほしい。無意識のうちに競争が自分を成長させることを理解している。給料のためではなく、クラブと自分の夢のためにフットボールをするリアプールの誇り。クラブを第一に考えているからこその発言。この発言ができるメンタルがあるから、昨シーズンのパフォーマンスができた。これがビッグクラブに在籍してる男のメンタル。シュプットガルトで勝てない時期が長かったから、クラブが勝つことを一番重要視してる。リアプールとして絶対残しておかなきゃいけない選手。本当は試合で過ぎてたから、休みが欲しいだけ説。その上でレギュラーを勝ち取るだけってところまでかっこいい。さすがロドリのライバルだな。プロフェッショナルのメンタリティ。